そんなグラビアの他にも見どころたくさんありますよね。はい、はい、あります。はい、たくさんまあ、腸活だったりとか、うん、あのご飯レシピもありますし、あと普段しているスキンケアとか本当にいろんなことがぎゅっと詰まった一冊になってます。はい。カジちゃんがもう以前からこうルーティンでやっている腸活が、はい、まあすべて載っているというのが後半のところになってますよね。すべ、はいはい、て載ってます。うん、はい。 はい、じゃあそんなかじちゃんが、まあ、たくさんいろいろ気をつけて腸活などスキンケアやられていると思うんですけれども、はいまあ、簡単にできてあのすぐまぜで,できるもので普段どんなことをやっているのかちょっと教えていただけますか、はいはいえー、っ私自身がまず腸活を始めたきっかけがピラティスなんですけれどもあの自分もすごくむくみやすい体質で本当に悩んでいてで腸活を始めてすごくスッキリしたんですけれども、えー、朝、まず。 左右を飲むことということと、うん、あとはあの、腸もみっていうのをずっと続けてましてまずそれを始めたらまずむくみが取れて、うん、痩せ体質になってでさらに食事でいうと発酵食品と食物繊維を取ることで便秘解消にもつながって、うん、便秘ってっ女性すすごいい悩むじゃないですか、うん、私もすごく悩んでいたので便秘解消にもつながってなんだろう1日多い時で2回ぐらい。 2回 2> 2回ぐらいうんちが <laughs> 出ちゃうんですけど、うん、本当に腸活をして心も体もハッピーになったので腸活ってやっぱりうんちを出すことって言っても過言ではないんですよねやっぱり出ることデトックスすることがすごく大切なのでうんちうんちってすごく言うんですけど全然恥ずかしいことではないです,、うんですね、はい、言っちゃっていいんですね言っちゃっていいです今日も本日もうんこミュージアムでやらせていただいているぐらいなので、うん、本当にうんち大切だなって、うん 思っていますし、あとちょっと私事なんですけれども、実はあの腸活をもっと極めたいなということで。微調プランナーという腸の資格を、実は取りまして、うん最はい。最近取得したんです。微調、うん、プランナー。ですか、はい、どんなことをやるんですか、はい。えっと、基本はあの、腸活する上で大切な生活習慣だったりとか、お食事面だったり。 あとはマッサージ腸の動きを良くしてあげるマッサージをちょっと学んだり、あとは本当に腸の仕組みをちょっと最初からお勉強させていただいてってことで、うんうん、はい、お勉強して試験を受けて、えー、本当つい最近資格を取ることができました。一発で合格されたというふうに。もちろんです。うん、さすがです。<laughs> はい。まあもともと腸活にねすごくこう熱心でいらして、はい、あの。 腸活のプロと私たちが呼んでいるい小林ククリニックののあの専門の先生、はい、もうかじちゃんの腸には本当にもう綺麗で何も悪いものがないうでちょっとお仕事で腸のレントゲンを取っていただいたんですけども、うん、本当に腸のレントゲンをるとどれだけまたうんちって言っちゃうんですけどうんちが溜まっているかが全部つっちゃうらしくて、うん、本当に何もつってなくて自分も初めて取ったのですごくびっくりしました。うんはい あの毎日こうトイレでうんちをした後に、はいはい、こに見てこう触ったりとかもしたことあるんですか触ったりりはああますねあるんですねありますもちろんあの1枚ティッシュとか引いてですけど、うん、なんか自分のうんちを色とやっぱあの感触って言うとあれですけど柔らかさもすごくあの健康のバロメーターというかなっているのであの、はい、さ毎日触ることは最近なくなったんですけどだんだん見るだけで。 わかるようになってきてき、うん、どんなうんちが一番こう家事的には理想なんですか私的には、えー、まずなぎなた形で言ったら薙刀 <laughs> バナナ的なものですね <laughs>、うん、で匂いは絶対にない方がいいみたいです。うん、かじちゃんトイレの後匂わないってスタッフの間でもそうなんですよ <laughs> なんかマネージャーが私のお手洗いの後即座に1回 <laughs> 入ったことがあるみたいで。 臭くないねって言われてあの本,当だ本当に臭くないんだよって思ったんですけどすごいびっくりされてて、ね、やっぱりちょっとこう排便出たものが匂うと免疫力が低下してたりとかあとは食べたものがちょっとこう脂が多いものだったりするとちょっと香りというか匂いに出てしまうのでう、はい、そしたら食事をコントロールすればいいんだなっていうことなのでこう,うんちがいろいろ教えてくれるっていう,う、はい、思ってます。はい まあ調節しているまあ八年九年ぐらいですね、はい9年ぐら。はい、はい、してます。あの風も引いたことほとんどないという風に。はい、あのちゃんと熱が出てっていう風邪はもう八年九年ないですね。うんうん、私は。免疫力もアップしている、ね、感じはあるんですか。そうですね。調節はい。もちろんこう。 便秘解消でお腹がすっきり痩せたように感じるしあの気持ちもハッピーになるんですけど今の時期嬉しいのはあの免疫力アップで風邪をひかないっていうのがでかいのかなっていうふうにありがとうございます。はい えー、私が毎日している超揉もみなんですけども日常にすごく簡単に取り入れやすいのでぜひやってみてもらえたら嬉しいですまず右手をこう骨盤の上辺りで左手をこの肋骨の下あたりでこうちょっと揉みほぐすと食い込むあたりがそれぞれ皆さん体によってあると思うんですけどもその食い込む辺りを。 もみほぐしますでここが腸の曲がり角と言われていましてここに便がたまりやすくて便秘になってしまう方が多いのでここをこう揉んであげます30秒揉んであげることで便を促してあげることができますもみもみと30秒ほぐしたら反対側もあるので反対側ももみもみ30秒ほぐしますで。これをしてあげると えまず便が出やすくなるっていうのもあるんですけど今の時期だと腸の代謝を上げてあげることが免疫力アップにもつながるのでこう男性で便秘じゃない方もいらっしゃると思うんですけど痩せやすい体質作りと免疫力アップのためにこの腸をマッサージしてあげる腸揉みをやってみてほしいと思います。以上ですはい